ありがとうございますどうもありがとうございますリチャード・ゲージと申しますこの20年、AIA アメリカ建築家協会に所属する建築家として働いております私が911事件で崩壊した世界貿易センターの高層ビルに興味を抱いたのは会議的な911研究者、デイビッド・レイ・グリフィンが 2006年3月にサンフランシスコベイエリア、KPFA ラジオのある番組で語った驚くべき結論を聞いた後です。それは私の人生を根本的に変え、911事件の真実を求めるため、個人として、また専門家として疑問を発し、911の真実を求める建築家とエンジニアたちというグループを立ち上げる決意をしました。私たちは真相究明の運動に加われたことを誇りに思います。それは年々巨大に成長しています。 我々のもとでは何百人もの建築家とエンジニアたちが911事件の真の調査を求めています。これは我々のウェブサイトです。右側の方にある情報が今日見ていくものです。これが AE911-Truth.org です。左側にあるパワーポイントには皆さんに今日これから大急ぎで見ていただく情報が書かれてありますのでご自分のペースでじっくりとご覧いただけます。 また DVD もご覧いただけます。これはインターネットを通して購入できます。納得の上で調査要求にサインしていただくことができます。911の真実を求める建築家とエンジニアたちはどんどん増えていますが、決して陰謀論者ではありません。我々は建築と工学の専門家であり、911事件での高層ビル破壊について、科学に基づく犯罪捜査上の証拠を調査しています。まず、技術的な面から真相を明らかにし、 次にもし必要なら、それに関連して、謀略などの疑問に触れましょう。今夜皆さんにご覧いただくのは、技術者から見た真実、911事件で世界貿易センターの3つの高層ビルの全部が爆破解体されたことを示す証拠です。象徴的なツインタワー、そして不思議な第7ビルの崩壊です。共通の認識から出発するために、まずあの日の朝に起こったことを振り返りましょう。 On September 11th, we learned that four passenger planes were hijacked and taken radically off course. Within an hour, two of the planes had flown into the enormous steel towers of the World Trade Center, creating fires and eventually toppling them. Dazed by the news, the American public soon believed the fires in the towers had burned so hot they caused the steel frames of the buildings to give way. A myth developed, fed by official sources through the media to a bewildered audience. Elements of the myth. The impact of the airplanes, gallons of burning jet fuel, steel melting, the buildings failing and suddenly imploding. In a mere 10 seconds, 110 stories hurtled earthward, pulverizing into dust. It went into the right from the start, on the street itself, the official story was born. Come out of nowhere and just. Right into the side of the twin tower, exploding through the other side. And then I witnessed both towers collapse, one first and then the second, mostly due to structural failure because the fire was just too intense. The myth bled into the FEMA report and was echoed by the experts. It was the combination of the impact load doing great damage to the building, followed by the fire that caused collapse. では調べてみましょうビルというものはさまざまな力によって破壊されますそれぞれの力は非常に異なっておりその個性がはっきりとしています例えば火災は制御解体とは全く違う影響をビルにもたらします火災はその性質上ある場所から他の場所に動きます燃えるものがなくなれば新たな場所に移動し燃え尽きた場所は冷えます 実際には非常に高温で巨大な火災が長時間続いた100以上の例でも未だかつて鉄骨構造のビルが崩壊した試しはないのですがもし崩壊が起こるような場合でもビルは傾いて倒れることになるでしょう。非対形で崩れます 構造的にビルは片側に崩れ落ちます当然のプロセスです最も抵抗の大きい真下の方向に落ちることはありえませんこれらのビルは崩壊しましたがそれは最も抵抗の小さいやり方でつまりひっくり返ったのですビルの構造が見慣れた形のままでお互いにしっかりつながり合っていますねその構造を作っている部分がバラバラにされてはいませんコンクリートは微粉末に砕かれていません 最も抵抗の少ない仕方で崩れ全体がひっくり返るのですこれらのビルは爆破されたのですが人々には爆音が聞こえ閃光が見えます粉砕されたコンクリートが火砕流のような巨大な大波を作りますガスの膨張によってご覧のカリフラワー状の噴煙が猛烈な速さで作られますこれが制御解体です まずこのタイプの解体に注目しましょう我々はアメリカ全土で何百もの例を知っていますがそれらと比較してみましょうなぜならそれが高層ビルを解体する最も一般的な方法だからですこれが爆発物を用いて高層ビルを解体する時の姿です制御解体のいくつかの重要な特徴を眺めてみましょう最初に建物の基礎部分にいきなり破壊が始まります 立っていた場所に左右対称を保ってまっすぐ落ちるように崩壊しますがこれは連続する爆破で支柱が破壊されるからですその結果本来なら何万トンという支柱鋼材のために最も大きな抵抗があったはずの場所を通って実質的に自由落下の加速度で落ちるわけです鋼材はすぐにでも輸送できるほどに完全に分解されます付近のビルには最小限の傷しか与えません人々には爆音が聞こえ 光が見えま地理状になったコンクリートの巨大な雲また粉塵が単独で猛スピードで吹き出しそしてカッターチャージの科学的な証拠これらは全て典型的なもので爆発物による破壊の直接間接の証拠になっています興味深いことですがこういった典型的な制御解体の特徴は ただの一つとして、火災による崩壊では説明できません。もちろん、この銃の特徴全てがそうです。さらに言うならば、政府系の資料や、専門家が確認した事実、余地やビデオ映像記録といった全てのものが、制御解体仮説を支える証拠を提供してくれており、それには疑いの余地はありません。世界貿易センター第7ビルを見てみましょう。これは47階建てで、 アメリカの33の州でなら最も高いビルだったでしょうツインタワーは2年間だけ世界一の高さだったのですがその半分の高さしかないためその隣では本当に小さく見えてしまいます飛行機に激突されなかったのにそれは911の日に崩壊した3つ目の WTC 高層ビルになってしまいました午後5時20分ごろのことです WTC 第7ビルには北タワーからの瓦礫が当たりました。ここのところですね。そしてニストによれば別々の階で8カ所ほどの火災に見舞われました。これが47階建ての世界貿易センター第7ビルですが、こちらのビルの陰に惑わされないようにしてください。このビルの北側の面で12階と13階、そして7階に火災が発生し、その逆側の面には北タワーから飛んだ瓦礫が当たりました。 それでは世界貿易センター第7ビルに起きた事実を確かめそれが制御解体の特徴とどれほど一致しているのか調べてみましょうまず破壊がいきなり開始したかどうかこの緊急作業隊員の言葉を聞きましょう 雷が落ちたような音、衝撃波がビル全体を引き裂いた、そして窓が吹き飛ばされた、それからビルが落ちた。 ビルは立っていた場所に左右対称を保ってまっすぐに落ちて崩壊したのでしょうか我々が初めて第7ビルの崩壊を見た時に CBS のダン・ラザーがそれを解説した言葉を聞きましょう「うん」「イイ!」 何ですって適切に仕掛けられたダイナマイトでビルを意図的に破壊するダンは当日以後二度とこの言葉を繰り返さず 事実我々は事件の後このビルの倒壊シーンを見ることはありませんでしたご覧くださいこの比較用の画面では右側に制御解体の例がありますビルはその立っていた場所に落ちたでしょうかそう言っていいでしょう少し通りの上に重なっていますが 爆破の連続はどうでしょうかそれがどのように支柱を破壊したでしょうかこれが第7ビルの図面ですさてビルをひっくり返さずスムーズに対照形を保ったまま立っていた場所に落とすためにはコアの支柱を取り除かねばなりませんなぜならビルの外壁を内側に向かかってて重ね落としいいきたいからです火災にはそんな能力がないとほとんど確実に言えるでしょう 抵抗が最大の場所を通ってほぼ自由落下の加速度で落ちたでしょうか1秒ごとにビルが下向きの速度を増していることが分かりますね落下距離と時間との関係をグラフに描いてみますとほとんど完璧に自由落下の曲線と一致しますこれは何を意味するのか支柱が取り除かれたに違いない 各階で事実上同時にタイミングを測って破壊されたということですだからビルは実質的に抵抗を示さずに落ちていったのです鉄骨構造の完璧な分解はどうでしょうか47階の高層ビルが4階分に縮んでしまいましたどうやってこんなことがでは爆発音は聞こえたのでしょうか Kevin words. He came back over with his hand over the radio, and it sounded like a countdown. And at the last few seconds, he took his hand off, and you heard three, two, one, and he was just saying, "Just run for your life, just run for your life." And then it was like another two, three seconds. You heard explosions, like boom. コンクリートの粉塵による火砕流上の巨大な雲ができるでしょうか。コンクリートが 時速55キロメートルもの速さで空中を飛び街をあらゆる方向に走り抜けていきます火災流に似た信じがたいほど巨大な雲が次々と盛り上がりますこの種の運動を作るためには莫大な量の熱が必要ですそれは8つの海で起こった別々の火事が作るよりもはるかに大きな熱です 溶けた鉄のたまりがあるでしょうか南タワーから見てみましょうこの項目はツインタワーと第7ビルに当てはまりますニストはこれは飛行機のアルミニウムが溶けたものだと断定しましたでも溶けたアルミニウムは所詮はアルミニウム銀色をしています昼間の光の中で灼熱に輝くことはありません 事件から21日も経っているのに火が燃え続け、溶けた鋼鉄が流れ続けていた。これは WTC の構造力学エンジニア、レスリー・ロバートソンが2001年10月5日、事件から1ヶ月後に開かれた構造力学,学会で語った言葉です。火が燃えて、彼の足元にある瓦礫の山の中で溶けた金属が流れていた。溶けた金属について初期の報告者と解体業者は何を言ったか 文字通り誘拐した鋼鉄の溜まりを見た溶けた鋼鉄だ梁が完全に溶けていたそれは溶けた鋼鉄から滴り落ちていた溶けた鉄の中で鋼鉄が流されていた彼らは溶けた鋼鉄を見つけているバークレー出身の構造力学エンジニアアボル・ハッサン・アスタネア氏は私は世界貿易センターで大針が溶けているのを見たと報告しています「テト」 It's this fused element of, of steel, mo molten steel, and concrete, and all of these things, all fused by the heat. And architects, engineers, people who work with steel, welders have just never seen the level of destruction and the level of deformation of this material in our lives. 第7ビルはこの A と B のところでこちらに北タワーとそして南タワーがありますこの高温の部分は720ないし740度ですそれらは最も高温のビル火災の温度ですビル崩壊の後グラウンドゼロの表面で火災は起こっていませんではこの温度は何でしょうかそれはあの最初の発言者たちが目撃した 溶けた金属による温度なのです地下に4階から6階も降りた場所でその何倍もの高い温度があったのです問題は何でしょうかイーガーによればビル火災は摂氏650度になりますニストは摂氏1000度ほどだと主張しますがツインタワーでそんな温度のビル火災になった証拠は全くありません 建築鉱材は摂氏1,500度近くになるまでは溶け始めることすらしません500度から1,000度ほども足りないのですこんなものを作るには熱エネルギーが必要ですがそれはどこから来たのでしょうか後でその原因の可能性があるテルミットを見ることにしましょうそれは摂氏2,500度の温度に達します NIST の911解析チームの主任ジョン・グロス氏が溶けた金属について語る見解を聞きましょう。 Uh, like lava, like like a volcano. No eyewitness who said so. there actually melted beams where it was molten steel that was being dug out. No eyewitness who said so. Underground, it was still so hot that molten metal dripped on the sides of a wall. No eyewitness who said so. The piece of metal that's draped over was molten metal. No eyewitness who said so.文字通り誘拐した鋼鉄の溜まりを見た. This fused element of of steel, mo molten steel.

An incendiary used by the military, thermite is a compound of iron oxide and aluminum, which, when ignited, sustains an extreme heat reaction, creating molten iron. In just two seconds, thermite can reach temperatures over 4,500 degrees Fahrenheit, quite enough to liquefy steel. We know that open air fires cannot burn hot enough to melt steel. But metal had melted at the base of the towers. Appendix C of the FEMA report describes sulfur residues on the World Trade Center steel. The New York Times called this the deepest mystery of all. Sulfur slightly lowers the melting point of iron, and iron oxide and iron sulfide had formed on the surface of the structural steel. Sulfur used with thermite is called thermate. スティーブン・ジョーンズ博士は溶けた形跡のある金属の科学的な分析を行いましたそれはサンプルとして彼に送られたこの 18kg の金属の一部で例の隕石の一つから取られたものですその主成分は鉄だと分かりましたですからジェット機のアルミニウムは除外できますそれには少量のアルミニウムと硫黄とカリウムそして かなりの量の量マンガンとフッ素が含ままれていますマンガンガはテルミットの酸化に普通に使われるカマンガンガ酸カリウムのものもですフッ素もまたソルゲルタイプのテルミットチャージャーで使われますこれらは明らかにテルミット使用の直接の証拠ですスーパーテルミットはゲルタイプの爆薬ですソルゲルの中にアルミニウムの粉末と酸化鉄があります それは粘土のように型にはめることができます。ローレンス・リバーモア国立研究所がこれを研究しました。この発明でテルミットを用いて目的の素材を切断するための装置が作られました。ここにテルミットを詰めて着火します。するとそれは強力に噴き出し、この鋼材を数分の1秒の間で溶かしてしまいます。それは RDX や C4 といった従来の制御解体で広く使用される高性能爆薬と、 ほぼ同じくらいに効果的なものですソルゲルが使用されると極めて独特の証拠を残すでしょう13ジフェニルプロパンです実際に米国環境保護局はある分子を他のものが霞んでしまうほどのレベルで発見しています13ジフェニルプロパンです エリックスワーツは今までのあらゆるサンプル調査で見たことのない物質だと言います。でも世界貿易センターのチリにテルミットの証拠があるでしょうかジョーンズ博士は異なる WTC の粉塵サンプルを少なくとも4つ受け取りました。いくつかは向かいのマッキンレイさんのアパートで採取されたもので、そこは窓が破られ部屋は埃だらけでした。もう1つはその10分ほど後にブルックリン大橋で採取されました。 さてそれを受け取った彼は磁石をその上にかざしましたすると小さな粒が磁石に吸い寄せられたのですその一部は角を持っており一部は丸い形でしたこののようなものです彼は塵の中で見つけたこれらの球体の量から操縦量を計算したのですが全ての粉塵の中におよそ10トンが含まれていたはずです それらは大きなもので直径 1.5mm ほどですがそのほとんどが人間の髪の毛より小さいのです一体何がこのものすごい数の細かい球体を作ったのでしょうかそうビル中にある支柱と針で何千ものカッターチャージが破裂しそしてそれが猛烈な圧力を受けていたのならこのようなものが見られるでしょう何十万何百万という 微小な球体ですこの粒の形が意味するものは液体がこんなふうにまき散らされる場合表面張力によって完全な球体を作りますそれが溶けた鉄ならその粒は冷えてチリと一緒にあらゆる場所に落ちるでしょうここに鉄とマンガンがありますがそれはこのテルミットの成分と基本的に一致します この点はきちんとした実験の結果と突き合わせて比較すれば分かることですこの鉄を主成分とする微小な球体を発見したのはジョーンズ博士だけではありませんアメリカ地質調査所があらゆる粉塵からそれらを発見しましたがなぜできたのか分からず追求をやめてしまいましたこの形の鉄の唯一可能な説明はものすごい高圧の中で液体の鉄から作られたというものです RJ リーは 汚染物質の研究中にこの鉄を主成分とした球体をドイツ銀行ビルの屋上で発見しました。さて、ジョーンズ博士は塵の中にこのような高い濃度で亜鉛、銅、マンガンといった金属の痕跡と鉄が主成分の球体とが混ざり合って存在していると結論付けました。アルミニウムテレミット反応が起こったことがはっきりとわかります。 そして彼は逆光分析によってそのテルミットの混合物の中にアルミニウム酸化鉄酸化銅硝酸亜鉛そしてカマンガン酸カリの粉があったはずだと我々に告げてくれますさて WTC の塵の中にひょっとして未反応のテルミットがあるのでしょうか 実は彼は磁石に吸い寄せられる多くの小さな欠片もサンプルの地理から発見していますこれがその一つですが長さ 1.5mm 片面が赤く他方は灰色です赤い面は酸化鉄の微粒子とアルミニウムと有機物でできています彼は実際にこの物質も XEDS 法で分析し主要な成分としてアルミニウム鉄酸素ケイ素 炭素を発見しました比較してみるならやはり未反応のテルミットと一致することがわかりますこれはアフガニスタンの洞窟性ではありませんローレンス・リバモア研究所はこの物体について2000年以降に論文を出しました粒が極めて小さいためにこの2つの化学物質アルミニウムと酸化鉄がほとんど瞬間的に着火し激しい爆発を引き起こすのです ロスアラモスとローレンス・リバモアの国立研究所がこのナノテルミットの成分を研究してきましたジョーンズはその研究で別の欠片を発見しましたがそれらは部分的に着火したものでそこに球体がへばりついていますよってこれらの球の正体がどの点から見ても明らかに識別することができます ジョーンズ博士と小編成の学者チームは、X 線解析法を用いて、これらの球と欠片の主な成分が鉄であり、アルミニウム、酸素、ケイ素であると突き止めています。1酸ジフェニルプロパンも見つかりました。彼は言います。この結果を液状で流れる高温の金属といった目に見える事実と重ね合わせれば、 テルミット反応を起こす物質がツインタワーと第7ビルに意図的に仕掛けられた有力な証拠となりますこれらの結果は査読を受けた科学論文となっています今やこのすべてが第7ビル爆破解体の直接の証拠となります話を第7ビルに戻しましょうこれらのの特徴すべてが 火災では説明できません。すべてなんです。フィーマの結論はとても興味深いので聞いてみましょう。激しい高温が鋼鉄を腐食させた証拠として挙げられるものは、急激な酸化、硫化、及び高温でまだら状に溶けた後である。とても面白い。ビル火災は鋼鉄を溶かしませんね。何が溶かしたのでしょう。鋼鉄が高温による腐食にさらされる間に、 硫化物が作られたマダラ状に溶けた跡が資料化されています感謝しましょう硬い鋼鉄材をスイスチーズにすることができるこの第7ビルの残骸の幅広い凸型の支柱みたいですね 彼らはその付属文章 C で実に用心深く書いています第7ビルの火災の特徴とそれがどのようにビル倒壊の原因となったのかは今の時点ではまだわからないえっからない火災とランダムな損傷で全面崩壊が起きたという仮説をどのように立ててもそれが起こる確率は極めて低いだけであるこの件を解決するためには さらなる調査と研究、そして分析が必要である。しかし不幸なことに、この件を解決するための物的証拠の大部分がすでに破壊されていました。99%がなんとフィーマー自身の手によって、1日に800台ものトラックを使い、 現代史上最悪の3つの建造物破壊の物証があっさりと消され残されたのは250個余り謎を解く決定的な証拠が中国に向かう貨物船の上にあるこれは歴史あるファイヤーエンジニアリング誌の編集長ビル・マニングの叫びですこの専門誌は防災技術者たちの声も集めていますこれは政府高官たちが科学的な徹底調査を驚くほど無視しているということだ証拠の破壊と撤去は即刻やめさせなければならない 公正で徹底した調査を行うために政府は十分な資料と最優秀なメンバーによる委員会を作るべきだ。専門家たちの判断はどうでしょうダニー・ジョー・エンコは制御解体歴27年の専門家です。崩壊が下から始まっている。単純に支柱を吹き飛ばしたんだ。これは制御解体だ。専門家のチームがやったことだ。これはプロの仕事に間違いない。第七ビルの崩壊で何かの予告があったでしょうか 第7ビルから去ろうとしている作業員たちや警察官たちの言葉をお聞きください。 ケビン・マックパデンは何と言ったでしょうかカウントダウン初めから知っていたのでしょうか火災がカウントダウンに合わせてビルを崩すありえません実は崩壊が起こる20分も前に BBC が崩壊を告げています本当ですジェイン・スタンドリーがアナウンスしています WTC のそばの47階建てのソロモンブラザースビルはやはり崩壊してしまいました そして彼女の後ろにビルは立っています。BBC はこの重大なミスをこの日は混乱していたと言い訳をしています。しかし、それが彼らに超能力でも与えたのでしょうかありえません。ツインタワーの付近で全ての結論を出したあの男のように何らかの台本でも与えられていたのでしょうか 私は第7ビル崩壊が伝統的な制御解体のあらゆる特徴と一致していることが示されたと確信しますここはペンタゴン以外で最も安全が確保されていたビルの一つなのですがそこにアルカイダが入っていけたなどと考えられますかアルカイダでなければ誰でしょうツインタワーの場合証拠はもっとはっきりしています 一般的にはツインタワーが制御解体されたことを理解するのはずっと難しいでしょう。それが我々の思考の範囲からあまりにもかけ離れているからです。こんなことを見たことがなかったのです。だからそれがショックと一体となって我々は客観的になれなかったのです。 しかし、飛行機激突の結果として火災が崩壊を引き起こしたというのなら飛行機激突箇所で起きた爆発から話を始めることになります。WTC 第2と第1ビルでは制御解体の主だった特徴がすべて表れているのですが特徴の一部は大きく異なっています。最初に爆発が起こるののは、はジェット機撃突箇所ででああって、ビルの基礎部分ではありません。 さらに内側に向けての倒壊ではなく何もかもが立っていた場所の外に向かう爆発が起こります明らかに爆発で起こる高速の粉塵の噴出がありますそしてすでにお話しした通りテルミットの証拠が溶けた金属と鉄芽主成分の小さな球体の粉塵に見られますではまずその突然の開始から見てみましょうどんな証拠がありどのように起こされたのでしょうか それには爆音と閃光が一緒になっています118名の消防士が爆音と閃光を目撃しているのです地面が揺れるのを感じましたタワーは揺れてすぐに落ちてきました突然地面が激しく揺れました振動が骨に響きました最初のタワーが崩落する少し前に地面が揺れるのを感じました WTC の真ん中あたりでオレンジと赤の閃光が吹き出ていました 最初は一つだけで、次にその先行はビル中のあらゆる場所で飛び出してきて、そしてビルが爆発を始めました。テレビでも見るようにビルが吹き飛ばされました。爆風がベルトみたいにビルの周り全部を取り囲んで見えました。パンパンパンビルが落ちてくるときに聞いたのはこんな音でした。10階から15階の間でビルの内側から小さな光がたくさん出ているのを見ました。小さな閃光を見ました。 本当に弾けるような音でした。ビルが弾ける音だった。4面全部が吹き飛ばされた。彼らは何を体験したんでしょう？ニュースリポーターはどうでしょう？何を言ったか？初めの日は本当のことを言いがちですが、後になると二度と本音は聞けません。何が起こったんでしょう？ Watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the, at the under infrastructure of a building and bring it down. The entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions yes. of these old buildings, it folded down on itself and it is My not God. there anymore. I heard a second explosion and another rumble. A huge explosion now, raining debris on all of us. And all of a sudden, it was this big explosion. There was another big, big explosion. An hour later than that, we had that big explosion from much, much lower. Do, do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like it. it to me, it sounded like. An explosion, but it was a huge explosion. Chief Albert Turry said that there was another explosion which took place, and then an hour after, there was another explosion in one of the towers here. So, according to his theory, he thinks that there were actually devices that were planted in the building. It just went boom. It was like a bomb went off, and another explosion came right it yeah. Just everyone flying. 繰り返しますが、これらの爆発は全く公式の説明の中に入っていません。それでは、これらの爆発を左側にある普通の爆発と比べましょう。 上向き外向ききき外の流れがこう描きます火砕流のような粉塵の塊対称系の配置きのこ状の形あなたにはこれが重力による崩壊に見えますかでは北タワーを見てみましょう。よく見てください。 ビルののの屋上でででいいくつかの爆発が起こっているるをご覧にになれるでしょう実に奇妙ですそしてその次にこの部分全体が縮まっていくのですがジェット機の激突箇所から下の動きよりも先にその上半分が破壊されるのです見てみましょう爆発の最初の現れですそして向こう側にもそれから崩壊します もちろんですすがが激ししいい噴煙が崩壊の以前から噴き出していますもう一度見てから次はクローズアップで見てみましょう新たな火が見えますがこれは多分燃えなかったジェット燃料が新しい酸素を得たためでしょうそれではクローズアップしてみましょう向こう側ですが噴煙がここで出ていますね でも待ってください。崩壊はもっと下のここで起こっているはずです。このビルの損傷は対象形じゃありませんでしたね。飛行機は片側だけに突っ込んだのに、完璧に対象形の崩壊です。これからこの言葉は引用符で囲んで使いましょう。続けましょう。もう一回見ます。消防士たちが見た通り、ビルの周囲全体を爆風が取り囲みます。 他の部分が落ちるより先にアンテナが落ちますがこれはコアの支柱が最初に破壊されたことを意味しますでは同じビルを下の方向から見てみますとキノコ状の噴煙の下には何の激しい動きもありません崩壊はこの上の方で起こっていると考えられますしかし下の方では次の映像でご覧になることですが 爆発のために信じがたいほどの量の粉塵が激しく吹き出しています。3度目ですが、ご注目ください。連続して起こる爆発が、このビルの右側とコーナー部分を、崩壊中の箇所より40回ほども下の場所を猛スピードで下っていきます。少し後の方でギョッとするほどはっきり見えますね。 がれきをどの方向にも等しく大きく吹き飛ばしながら崩壊が進行したでしょうかフィーマによればビルの幅は6 3ルですそしてこの報告書でがれきが直径4 0 0ルほどの範囲まで飛び散り両方のタワーの周りに同じ距離で広がったことがわかります損傷が非対象形なのに現場から遠く離れた場所にまで対象形に飛び散ったのです おそらく爆発による単独で噴き出す激しい粉塵についてはどうでしょうちょうどよくタイミングを図った爆破だろうと信じる人もいます。いずれにせよ。In all the Here. Here. here? And here. ニストによればこれらは崩壊するビルに押された空気が縦方向の通路を通って下に吹き出したものでそれはどこかで吹き出すものだそうです本当ですか第一にこれらは空気の吹き出しなどではありません粉々にされた建材なのですそして秒速560メートルに達するものすらありますこの速度は爆発によって起こされたものです 20階40階60階も下の場所でピストンがどうやってこんなことを起こすでしょうか実際にはこれらは壁の中央付近で起こる狙い定めた爆風の噴出なのですまたここは1 8ルの幅のオフィス用オープンスペースですエレベーター用のスペースが向こう側にありますピストンが空気をこの部屋に押し込んだとします 空気は窓を破る前に圧力が均等にかかるように部屋に充満するでしょうそうですねするといろんな場所の窓を破ってしまい決してこんなに正確に狙いをつけた決まった位置からの激しい噴出にはならないでしょう巨大な抵抗があったはずのところを通って自由落下に近い加速度が起こったでしょうか見てみましょうガリレオの law of falling b o d i e の c a l c u l a t 体の the time in which an object will travel a certain distance in complete f r

ここでどのようなことが言えるでしょうかこの点を上層階の問題とつなげて眺めることにしましょうここにクレーンに吊るされた15階分のビルの塊がありその下の95階分には空気だけがあります無抵抗、正確には空気抵抗のみですその横にはもう一つの15階分の塊が8万トンの鋼材で作られた95階のビルの上に吊るされています そこでクレーンのレバーを引いて両方を同時に落としてみましょう私は今日95階建てのビルを持ってきましたそしてニストの説をテストしてみることにします ここに15階分のビルの塊が2つありますこの1つの方には8万トンの建築鉱材が使われておりこっち側の方には空気抵抗がありますではやってみますよいいですかこの2つをここまで持ち上げますこれには少し衝突の衝撃も与えることにしましょういいですか321おやまあ、こちらの方は何の抵抗も受けずに先に地面と衝突しました実質的に自由落下の加速度で。 時間はあまりかからなかったですねこっちの方はどうなったのでしょう上のビルの塊は抵抗に出くわし変形させるエネルギーがあるのに止められてしまいましたビルを自由落下の3分の2ほどの加速度で下まで押し潰す 15階分のビルの塊がありますかご覧になった通り、最初の2秒で上層階の塊は半分になりました。それは外に吹き飛ばされ、下に向かって進行する崩壊に何の影響も与えませんでした。次の2秒、つまり開始から4秒後には、上層階は全て破壊されました。ビルを押し潰すものは何もありません。ビルは自由落下加速度の3分の2ほどで砕け散りました。そしてその鉄骨構造はバラバラになりました。 実際これらのキノコ状の粉塵の先端部は外周支柱やアルミ外装材や他の鋼材でいっぱいですバラバラになったという点について南タワーを見てみましょうここで何が起こっているか南タワーは左側にあります低い位置に飛行機が衝突しましたご覧の通り急速な崩壊がここで始まりそして左側に傾き始めます上層階は噴煙の中に消えます こちらでそのビルが見えるでしょうが、すでに22度にまで傾いており、下にあるビルの中心から離れて、その回転運動を続けています。もう中心から外れているのに、どうやってビルを対照的に自由落下の3分の2ほどの加速度で潰すことができるでしょうか。その破壊の名残は土台の瓦礫の山や周辺の舗装の上にはありませんでした。それは完璧にバラバラにされたのです。では下から眺めてみましょう。 損傷は非対象形でした。にもかかわらず、消防士たちが見たビル全体を取り囲むこの粉塵の下で対象形の破壊が起こっているんです。上層部の塊が倒れかかっているのに、自由落下の約三分の二の加速度で、筋が通りませんね。鉄骨構造は完全にバラバラにされました。ビルの大きな塊は何一つ残されず、外壁の破片が散らばっているのが見えるだけです。 あなたにはこれが重力による崩壊に見えますか水平方向に鋼材が噴出するのでしょうか見てみましょう Now, We are seeing explosions rather than implosions A first in demolition history. A sequenced rumble becomes a roar as debris is thrown outward. The damage is not contained. Windows are blown from neighborhood buildings. What kind of energy enabled this? Would fire hurl metal and concrete sideways into the air? Here, a chunk of steel was flung 400 feet, wedging itself deep into three world financial center on Vesey Street. A female photographer taking pictures of ground zero wondered why so many steel beams were jutting from neighborhood buildings. What shot pieces of the towers all the way across the street? In fact スカイロビーとメカニカルフロアという巨大な外壁構造を持つタワーの一部が上層階の外壁構造よりも遠いところにまで飛ばされたのです理論的にはより高い場所にある階の壁の方が遠くに飛ばされるはずですねところがウィンターガーデンにはこれらの外周壁が最長180メートルも飛んだのです 床のパンケーキ崩壊はどうなのでしょうかパンケーキ崩壊だとするならその後を探してみましょうこれは7階の高さのロビーですそこにおよそ23階分の高さで建材が積もっていますそれを見てみましょう私が探しているのは厚さ12センチ前後のコンクリートの下にこのような鋼材が使われた110の床です それぞれが4000平方メートルですから全部で44万平方メートル分です何回分が見つかるでしょう50回分10回分い,いえ1回分すらない床の鉱材もコンクリートも見つかりません目につくようなコンクリートの塊すらありません床の鉱材はどうなったんでしょうかコンクリートはパンケーキ崩壊では床の積み重なりができます 粉塵と化したコンクリートの巨大な火砕流に似た雲はどうでしょうあのコンクリートは本当にどこにあるんでしょうっ You have two 110-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust. そしてその塵は川を横切り大波のように広がってニュージャージーにまで届きマンハッタン南部一帯を1 0センチから1 5センチの厚さで覆いました0.1から0 2ミリの粒にまで砕かれ一部はほとんど活石の粉末のようでしたそんな微粒子を作ったグラインダーがどこにあったのでしょうかこれら全てが爆破解体の直接の証拠です どれも火災で起こったものではありえませんニストの報告書はどうでしょう2,000万ドルと3年の歳月がかかっています我々の税金はどうなったか彼らの任務は世界貿易センター第1第2および第7ビルが どうして、そしてどのように崩壊したのかを調査することでした。彼らの目的を見ましょう。研究の焦点は飛行機激突の瞬間から、それぞれのタワーが崩壊を開始するまでに続いた出来事に当てられた。簡潔にするために、この一連の出来事は可能性ある連続した崩壊という形で述べられたが、それは実際には崩壊開始の条件が整い、崩壊が避けられなくなった後のタワーの構造的な振る舞いを含むものではない。 避けられなかったんだそうですちょっと待ってください3年の歳月と2000万ドルが消費され飛行機をタービンの細部に至るまで調べ上げた挙句に実際の崩壊の動きが始まる前に全ての研究が打ち切られるそれはまさしくトラスがたわみ最初の支柱が引き込まれる瞬間にですそんな時点で分析をやめるんですか一体どれほど多くの技術者がこのために働いたんですかそして結局どうなったのか これです1万ページの報告書に崩壊開始以後の説明はこの2分の1ページだけです何の分析もなしですその結論は崩壊開始地点の下にあった構造は飛行機激突箇所より上の部分の落下に対して最小限の抵抗を示すのみだった構造力学のエンジニアなら毎日やっていることをなぜ彼らはやらなかったんでしょうビルが全く壊れそうにもないと十分に知っていたからでしょうか 待ってくださいこの報告書のタイトルは「世界貿易センタータワーの崩壊に関する最終報告」これは「崩壊開始に関する最終報告」と呼ばれるべきです彼らは自分自身の理屈をすら疑います我々の多くが訂正を要求する手紙を出したのですがいまだにそれにふさわしい結果は出ていません彼らはその返答の中で「我々はツインタワーの全面崩壊について十分な説明をすることができない」と言います ありがとう。我々もそう思います。専門家たちの判断はどうでしょうバンロメロに聞きましょう。この爆発物の専門家は言います。飛行機が建造物に激突した結果にしてはあまりにも整然としすぎている。世界貿易センターに飛行機が突っ込んだ後で、ビルの中でいくつかの爆発が起こり、それがツインタワーの崩壊をもたらしたのだ。 爆破解体の専門家マイク・テイラーは、従来通りの制御解体のようだったツインタワーの崩壊は解体の専門家が用いる方法とよく似ている。構造力学エンジニアのロン・ブルックマンは、第1と第2ビル崩壊時に起こった爆風による粉塵の雲と水平垂直方向に飛ぶ瓦礫は、鼻から熱が引き起こした重力による崩壊のメカニズムなどとは到底考えられない。 ウィリアム・ライスは AE-911 トゥルースに所属する構造力学エンジニアです。公式説はツインタワーが各階にあった287本の大きな支柱を押し潰しながら説明不可能な仕方で崩壊したと信じ込ませたいようだ。それも10万トン以上の鋼鉄の基本構造がまるでなかったかのように自由落下に近い加速度を保ちながらという。 AE-911 トゥルースの構造力学エンジニア、デイビッド・スコット。自由落下に近い崩壊は物理学の法則に反する。つまり、特殊な爆発物が使われてはいますが、従来型の制御解体の特徴が全てここに揃っているということです。これら10項目の特徴の全てが、どれ一つとして、火災によっては説明できません。 これは単なる疑いではなく証明なのです。我々は情報を手に入れ、周りの全ての建築家とエンジニアに、また全ての知人たちにこのことを伝えなければなりません。新たな調査を指示してください。どうして私たちは911の真実がわからなかったのでしょう。ビルの崩壊について我々の政府が嘘をついていたようです。911委員会報告がその嘘を塗り固め、 フィーマとニストがそれを正当化しましたそして大手メディアがその嘘を繰り返し植え付けていきました私たちはされるがままでした今日この場で9月11日に WTC の高層ビルが爆発物を用いて破壊された証拠をお見せしましたお分かりでしょうがそのような爆発物を作り調整し設置するためには 何ヶ月もかけた計画が必要ですアルカイダが警戒厳重なビルに近づけたとお思いでしょうか今夜見ていただいた証拠はごく一部にすぎません911真相究明運動は莫大な量の情報を集めています新たな調査の中で答えられなければならない数多くの厳しい疑問が持ち上がっています今日時間の都合でお見せできなかった証拠をご自身で探してみてください 我々の数は何万人、ひょっとすると何百万人にも増えるでしょう。この草の根の活動では、皆さん方の一人一人が、今日受け取った情報を伝え広めてくれることが、本当に大切なことなのです。この DVD を手に入れ、知り合いに貸してください。あなた方が真実の担い手にならねばなりません。e メールに、e、ae911tulus.org のリンクを貼り、ここを見てくれというメッセージを添えて、知っているすべての建築家とエンジニア、そして知人に送ってください。 我々は議会に向かうことになるでしょう。a e 9 1 1 t スドット o r g の請願にサインしてください。新たな調査を求めるためです。立ち上がり参加しましょう。誰でもサインできます。建築家、エンジニア、そして誰でも、様々な人が参加しています。必要なことはこのカードを手にすることです。お配りします。すでに何百人もの建築家が加わっています。 我々が矢表に立ちます陰謀論者と呼びたければ呼べばいいこう言えばいいんですおい建築家とエンジニアが新たな調査を要求しているんだどう思う会員になって我々を支えてくださいあなたが変化を起こせるのです我々は非営利団体で資金不足の解消には皆さんの協力が必要です 我我々々は建設にに関わるるる専門家たちに声をを広めななければなりません月10ドルででで支えることができるのです911の真実を求める建築家とエンジニアたちは真相究明運動の先頭に立っていますなぜならここには信頼に足る注目すべきメンバーが揃っているからです911事件の真実を求める多くの人たちに我々の作ったたくさんの資料を手渡してもらいたいのです 今、アメリカでは、我々のメッセージを街に出て広めようとしている大勢の人々、たくさんの団体が生まれています。彼らには皆さんの指示が必要です。行動を起こしましょう。真実の力は、嘘の力よりも強いのです。ですから、情報を手に入れ、皆さんの手で真実を広めてください。我々のウェブサイトで情報を手に入れてください。必要な情報は全て揃います。 この請願にサインをお願いします。赤い矢印に従ってください。支援メンバーになってください。ここです。実に簡単です。はるかに悪質なテロと戦争が計画されているという多くの警告に対し、我々は何かをしなければなりません。声を上げましょう。なぜなら、沈黙が裏切りとなる時が来ているからです。本日お越しいただきました皆様に、心から感謝申し上げます。